自分で買いい物に行けないストレスっていうところの話の続きなんですけどこういうペーパー類とか生活必需品がなくなってしまった時、えー、と買いに行くっていうことが自分でできないのだったら便利屋さんとかを頼んで買いに行ってもらえばって、えー、思うと思うんですね。実際それお願いしたことがあるんです これペーパー類ではなかったんですけども氷ねあの冷蔵庫が使えないので冷蔵庫の代わりに保冷ボックスを置いていますけどもその保冷ボックスに氷を入れて食材を私は保存していますその氷を買ってきてもらうということを2社お願いしたんです、えー、ですけどやはり 2社とも、えー、その人たちの匂いをひっつけて氷にひっつけてきてしまったのであの使えませんでした、えー、だから依頼したお金はかかり氷代がそこにかかって使えないっていう状況なので損しかなかったんです更、えー、に1社はもっとひどくって私はその氷をですね買ってきてもらった時に こうやって重たいんでね結構こうやって抱えて取ってしまったんですそうこんな形でえそうしたらですねこの服にその匂いが付着してしまいまして服を捨てることになりました <laughs> それくらいひどい臭さがひっついてしまったんです、えー、どうしてそんな臭いのかっていうとやっぱ便利屋さんっていう職業柄 いろんな溶剤とかもやっぱり扱うようでそもそも着ている服もそうだし扱っているものがこう車に置いてあるものの匂いというのが半端ない臭さ臭いどころじゃないですねあのなんて言ったらいいの芳香剤の匂いじゃないんですよだからもうこれは人体に影響があるよ っていうレベルの有機溶剤の匂いがひっついちゃってたのでていうかむしろその触った手で触ってないこの氷っていうぐらいあのどういう匂いでわかるかな、うん、どうだろう男性だったら床屋さんであのトニックヘアトニックつけられると思うんですけどそのトニックの匂いに近いかもしれないですね。 ちょっとスースーするような匂いって言ったらいいんですか。うん、鼻をこうかなり刺激してくる匂いですね。女性の場合だと、うん、もう一社の方は女性がね運んでくれたんだけど香水っぽい匂いって言ったらいいんですか。やはり洋服の柔軟剤の匂いっていうんですかねがやっぱり買ってきてもらったものにくっついてたんですね。そうなると。 買ってきてもらったものが使えないんですね私はむしろその匂いによって体調不良を起こします、えー、頭が痛くなりますので捨てるしかなくなっちゃうんですそうすると依頼した分のお金が消費,消費していくだけになってしまってメリットが全くこっちになくないんですねで洋服もそのここう抱えて取ってしまって くっついたその匂いが洋服から取れないしそれを洗濯しようものならば洗濯機にその臭い物質がくっついてしまうので洗濯にならないんですね他のものが今度その匂いがくっついてしまうから捨てるしかなくなったその洋服の料金だってあるわけですよで、何の保証もないんですね買ってきてもらったはいいけどそれに匂いがついていたらそれに対する保証が何もない、えー、だから あのー、お願いすることができません。というよりお願いする方が損っていう。むしろ害があるので、えー、第三者に買い物をお願いするっていうことができないんです。で、amazon 倉庫から発送されているものっていうのは、やはりあのー、倉庫ってバカでかいのよね。だから。 あの密閉されているってわけでもないしねその空気の流れがいいんですよ換気されてるわけねよく。で、えー、たとえその作業員がこう箱詰めするにあたっても作業員がの服の匂いとかあとは配達の時にひっついてくる匂いっていうのがあるんだけどあー、まあ、それで匂いがあったら。 え返品することができますねこれ臭すぎて使えませんって <laughs> だ。だけど <laughs> その便利屋さんとかねそういう人を,た人を頼んで人に頼んだものでこれ返品してきてってなかなか言えないですし <laughs> あのー、そ,そういう。 手間っていうのがあるんですよね「これ使えないんで」とかって言ったって理解してもらえてないので便利屋さん「はあんなん?」みたいな感じで切れる <laughs> 逆切れされますので <laughs> あの私がこう便利屋なのにね依頼していることなのをそのまま受け入れるってことをやっぱりしてもらえてないんですよ。 一生懸命説明しなななきゃならなくて説明してもしても全然分かってもらえなくて「ああじゃあそうにすればいいんですね」みたいな感じで半分切れられて仕事をしてもらっていてで結局やってもらって「これかよ」っていうような状況にもなったりするからそういう対人ストレスもかかるぐらいだったら他のその人に買いに行ってもらえばっていうことが容易にできないっていう状況にあります。 じゃあ自分でインターネットを使ってあの、えー、買い物したらっていうふうにも思うと思うんですけどそれができてたらこんな難がないんです。<laughs> なんでできないかっていうとまず電磁波過敏症っていうものを引き起こしているがために長時間そのやっぱりインターネット上とかそのパソコン作業ができない、えー、家の電気すら 入れることができない入れてしまうと顔にボツボツボツってもうできちゃってる1個できちゃってるけど <laughs> あのー、そういう、えー、皮膚疾患が出てしまうんですですこれが赤みとか発疹だけだったらまああのー、我慢してやあのー、なんとかしようと思うんですが痛みがあるんですよそこに。 痛いんです。ブツッって出てきてしまう出てきてしまうと、そのブツブツって痛いんですよ。そして特に手にできやすくって、そうすると作業ができなくなっちゃうんですよね。生活に支障が出てきてしまうので、なんとかこう避けなきゃならない。でも多くの人は電磁波、過敏症の人でもインターネットを使ってる人がいますよね。どうしてできるの？って言うとですね。あの、私もつしばらく使ってました。 でできてたんです、えー、過敏症を引き起こしている状態でもしばらく使っていましたがそれをやり続けた結果もうう無理だよっっていう状況になった、えー、多くの今電磁波過敏症でインターネット上でこうねあの書き込みできてる人っていうのは私がのなんだうん前、まあ、あの今こういうふうな状況になる前の段階の私ですね。 えー、っていうのは何年前ぐらいだろう、えー、今2024年ですねで、えー、2016年ぐらいの時ですよね私が2016年の時はそうやってあの手に赤くなってちょっと痛みが出てるような状況でもあのネット使ってましたしあのその程度だったんですねその程度で済んでたっていうか うーんでまあ、あのー、それでもこういう緊急時ですよね亡くなっちゃった自分ですぐ欲しいから注文しようっていう風になった時に、えー、そういう設備設備環境が整っていれば、あのー、インターネットを使って注文って自分でできることはあのー、できます。 それは多少そのリスクはありますよ多分ブツブツブツって手にもできるし顔にも発信はできるだろうけれどもそれでもあの自分で何とかしようと思えばできるはできるんですじゃあなんでやらないのかできる環境がないんですどういうことかっていうとこの家このお,お家の大家さんが許さないんですよインターネットをつなげることを。<laughs> というともうあのー。 もともとここの母屋と離れがあって母屋にはインターネットをつなげる環境がありませんただ離れにはえー、有線がつながっていてインターネットをつなげる環境があるんですけれどもその離れを使わせてもらえてませんそして 離れが使わせてもらえていないだけでなくこの母屋で私が生活するにあたって必要な改良っていうのも許されないんですよ許されてないんです何かやってしまったら追い出しの原因になってしまう <laughs> まあ 結局その契約書でもねこの契約書に書かれている以外のことは協議してねあの取り決めるっていうような文言が一番最後に書いてあったとしてもそれすらできない状態になっちゃってるんですよ。だから何もこうお、ね、あの自分が住みやすいようなあの設備を整えるっていうことがもう何もできなくなっちゃってるんですね。えー、なのでどうしもう 生きるも死ぬももうな,なんでしょううん運運次第みたいな感じになっても,もう本当運にかかっちゃってるような状態にすら感じられますもしだって、えー、これでね災害がこの地区にドーンって起きて、えー、電話線電話が使えなくなってしまったっていう状況が発生したとしますそうするとそういう状況で 郵便なんか、多分、ここには来ないでしょう <laughs> ゆ。郵便もストップしてしまうと思いますので、私は誰かに直接助けを求めることができなくなります。えー、今はあの、この緊急で、この亡くなってしまったものを送ってもらいたいんですっていうことを、えー、黒羽さんに連絡する手段はあります。電話という形と、お手紙という形の二つの。 媒体でで一応連絡を取ることはできますただお手紙となると手紙はものすごい時間かかってしまうので、えー、その間にやっぱり難が生じますよねで電話でお願いしたって、えー、黒羽さんがその場でね注文をしてくれていたとしてもまあアマゾン側の理由でというかまあそ,そうですね私の知らぬところの理由で。 届くのがもうのす,すごく遅くなってしまうということもあるわけで、えー、そうなると、えー、私はもう本当、えー、どうにかそういう生活難を回避しようという思考が働くのでなるべく多めに多めに。 ストックしておこううという発想になるわけですねだから一回で送ってもらう量も多くなりますし、えー、そのなくなってしまうなって思ったらその全くゼロになる前にやはり連絡を取ってもうそろそろなくなりそうだからあの買ってくださいってお願いするような状況になるんですけどもそれでもやっぱり。 なくなってしまったとか足りなくなってしまったっていうこととかよく発生するんです。まあそれはもう私のこの使い方の問題っていうのもあります。えー、季節によってはこのペーパーもね結構たくさん使うことがあります。えー、掃除のためにお掃除を怠ると大変なんです。それもそれでお掃除はもう。 念入りにしないとあのそれもやっぱりハウスダストとかいうアレルゲンってわかると思いますけど、えーえー、疾患を強くしてしまう原因になりますので、えー、やはり激しい汚れになる前に、えー、拭き取ったりとかあー軽い汚れの段階で掃除を <laughs> ーこまめにするっていう癖がやっぱあるんですね、えー、それなんでペーパーとかも結構ね、えー、早くなくなりますじゃあ雑巾使えばって言うかもしれません雑巾は雑巾で雑巾のたまりどころなんですよ、えー、なぜかって言うとそれ洗ってまた繰り返し使ってるうちにそれ生乾きの状態になったりするじゃないですか えー、そうするとその雑菌の匂いが拭いたところにくっついてしまうので、えー、それがそれでまたすすすごい不快ななんんででねそしてとてとも嫌なんですこれじゃ掃除じゃなくて汚してるっていう状況になるのでなるべく使い捨ての状態でいつも清潔にしておきたいっていうのがありますでもそこまで潔癖のようなあ状態で、えー、いないとですね な、えー、ならないんです <laughs> うーん疾患が強くなるから <laughs>、えー、また環境も環境境もなんですよね、えー、家のその掃除っていうのはそれこまめにやってればあのー、問題ないんですけどやっぱ外からの害っていうのがここ大きくってねその外からの害がなくなればあのー。 やっぱり自分で対策できることっていうのはちゃんとやってるからねあの疾患を抑えるっていう方向症状が出るのを抑えるっていうのはあのできているんですが <laughs> うーんやっぱり環境問題っていいうところが大きいですね、えー、住みよい地球環境じゃなくなってます。 あ地球環境自体を考えなきゃならない状態になってるっていうところですね。全員が全員この地球上の人が私と同じような症状を発症しているかっていうとそうではないんだけれどそれは個人差があるのだけれどもそれは遅かれ早かれの問題な,なのものもあります。えー 遅かれ早かれうーん同じ症状を来たす人が増えているよっていうのも事実ですそういうデータが出てきてるわけだからじゃあ今症状が出ていない人はあのー、しっかり対策とってこんな生活難を味わう前にですね えー、少し環境のことを考えて生活してほしいなって思います。